AI というわけで、いよいよ、バンコクを出発します。あれ、ヨルダン行くんですよね。ヨルダン行きますよ。やばいね。結構長かったね、バンコクね。いや、バンコクに住みたいよ、もう。このまま帰んなくてもいいんじゃないかな。スタートアップハウスで、なんか職を探そうかな。畑仕事しようかな。カンボジアの子供と一緒に遊んでようかな。なかったもんな、ダンサーで。で、快挙で、快挙ですよ、正直。あ、か、ニーハオ。ニーハオ。はい、あ、じゃあ最終日ですね。ええ、カンボジアね。カンボジアが一番楽しかったよね。ごめんなさいね、こんなに押して。でも、本当にカンボジア楽しかった。俺もカンボジアが一番楽しかったです。なんか、ちょっとチョンキンのことも触れてください。チョンキンはね、ノーコメントかな。遠い記憶のようで、もうすごくね、大切な時間でした。そうだね。あれをね、一回経験させたい、みんなに。逆に言うと、香港はチョンキン以外の記憶がないです。そうだね。チョンキンの思い出。まあ、とりあえずカンボジアがナンバーワンでしょ。でもね、山もね、登れてバンコク。秘境の地も行けてね。そこは、でね、これからまあ夜だね。行きますけど、私ヨルダンに着いたら手土産のこのタイ仕様のね、和紙のマークの例のやつ買ったんで、何が入ってるか分かんないですけど、気合を入れて飲んでみたいと思います。次、コップンか。おいしい。はい、着きました。着きました。着きましたね。アンマンです。アンマンです。どうですか、気温。寒い。寒い。てか涼しい。うん、最高です。いい感じです。これは幸先が、ヨルダンの人がなんかかっこいいイケメンばっかりですね。ただですね、ここはちょっと治安が悪くなってスリとかが増えてるっていう情報を聞いたんで、気をつけたいと思います。はい、じゃあバスに乗ってワディムサへ行ってみたいと思います。行きます。ワディムサ、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 ワディムサ。状況がわかんない、私。バスに乗ったら5分ぐらい走ったら前のバスに乗り換えた方が早いって言われて、荷物を下ろしてたら結局今のバスのまんまでいいって言われて、そしたら後ろを振り向いたらこの車が止まってて、そこの運転手が降りてきて交渉し始めて、俺の方が安いよってことで、まあ僕ら今この車に乗ってるんですけど、これ全くタクシーとかじゃないですよね。乗用車ですね。ですよね。何ですか、あの前のファーは。ファー、イケアが見えますよ。本当だ、見える。ビデオ無料。3時間バスに乗る前なので、売店でですね、食料を買い込んでおります。あら、スニッカーズボロボロなんですけど。リタが新しいことにチャレンジしますね。タイヤテレサムライ。サムライ。はい。ワディムさんに着きましたね。ワディムさん着きました。ね、あれどうでした、中東。中東はね、ずっと行きはね、砂漠だったんですよ。道が。何もなかったんですよ、って思ってたらね、なんかやばいクールなバスに乗って着いたら、やばいクールなね、やばいクールなバスに乗って着いたら、結構ワイルドだったよね。なんかもうね、なんだろうな、自然ではない方の絶景、わかる、この海とか山とか空ではない方の絶景がね、広がっていてね、土のオアシスみたいな感じで、はいはいはい、ちょ、映画っぽかったよね。映画っぽかった、本当に。これすごいね、やばい。で、これからどこ行くんだっけ。ペトラだ。ペトラ、ペトラの方に。ペトラといえば何でしょう。インディンジョーズ。インディンジョーズの撮影行われた場所見てました、最近まで。今からそこへ、覚えてるか分かんないっす。行ってみたいと思います。はい、ペトラ遺跡へ撮りましょう、インディンジョーンズ本物を。まあ、このまま休まず行ってきたいと思います。はい、行きましょう。はい、今どこに向かってるんですか。今ね、ペトラ遺跡。ペトラ遺跡。うん、ペトラ遺跡。なるほど。この道を抜けたらペトラです。ちょっと待ってよ、これカレーパークのグランドキャニオンですよね。グランドキャニオンってこんな感じかな。あ、行ったことないんだっけ。ないです。もっとすごいです。もっとすごい。谷で言うと、ハードル上げましたね。
これロッククライミングとかする人いないんですか？ここ？はい。ここ。ここはなんかすごく神秘的な。見てください。あれお金を借りるらしいです。ちょっと今空振りましたけど大丈夫ですか？ラクダ買いますよ。ラクダとこれはすごいよ。これ何だったんですか？古代都市ですね。すごいね。見てください、山がいます。すごい、ありえないよ。なぜここだけ本気で頑張ったのですか？このスケールをちょっと伝えたいんで、僕たちあっち行っていいですか？立っていいですか？なるほど。こんなに大きい。さあ、遺跡を登ったら、その先には一体見てください。何もありません。ただ折りたたみ傘が売っています。雨が降るのでしょうか。これは折りたたみ傘ではありません。何ですか？人形ですね。え、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今どれぐらい歩きましたか？今1時間1時間ぐらい歩いたか。1時間歩きましたもん。1時間ぐらい、まあ、ぐらいだね。目的地はですね、あの山の向こうです。あとあれ階段登っていくの？そうです。なるほど。まだまだ行けるよ。まだ行きます。余裕ですか？まだまだ行けますね。じゃあやばくなったら行ってくださいね。はい、ビデオ回すんで。はい、険しくなって水がなくなるのが怖いですね。怖いですね。まだまだ行きましょう。はいっす。ショートカットの階段だぜ。やっと着いたね。ちょっと寄ってもらっていいですか？この険しい表情。あのですね、我々はですね、もうここ今道見えないですけど、遠い山を2時間も登りました。2時間です。もう全速です。これは結構息上がりました。そしてですね、何を見つけたかと言いますと、このために来てたんです。見てください。どうぞこちらをご覧ください。ファー、これが巨大遺跡、天使が作ったと言われているかどうかは分かんないですけど、もう一つの隠れた遺跡です。見てください。このすごいですね、巨大さ。下の人が高さ見えますでしょうか？あれに対してこの大きさです。なんとここは驚異の場所であって、1個目のチェックポイントでほとんどの人が引き返すんですが、そこから2時間もかけて歩いていくと、諦めなかったものにはこれが見ることができます。そしてあちらに疲れ果てて悩んでいるロバが1匹見えますでしょうか？彼の気持ちは僕が一番よくわかります。なぜなら僕らリュックを背負っているけど、彼は人間を背負っているからです。辛いに違いない。ドーン、夜だ。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。エンドオブザワールドです。世界の終わりです。世
回の終わりですね。見てください、ちょっと一周してあげて、あげて、あげて。これね、逆光だから映るかな、すごいよね。ちょっと見れなかったら来てください、ぜひ。世界の終わりって言おうと思ってたのに先に名前がついちゃってましたね。すごいよ、乾燥泥棒ですね。ここはここは全然知られてないんですけど、僕の一押しで。あ、そうなんだ。はい、結構ナンバーズ連れてきたかった場所ですね。明日は砂漠に行ってきますよ、はい、今日もなんか足元砂でしたけど、明日はガチ砂漠ですよ、はい、エジプトで。じゃあラクダ待っててください。じゃあ宿に戻りましょう。戻りましょう。お疲れ様でした。ういー、 Go to 宿。うっ、ぴょん。